ちは。今日暑いよね。今日暑い。さっき外出たけど暑かった。あ、モバイルじゃねえ、しなきゃ。モバイル。昨日使ったやつしない。昨日充電しといたやつ別の方は入ってるけど、うん、昨日使った方してなかった。よいしょ。今日は7時ぐらいに起きた。6時に起きようと思ったけど、6時半に起きようと思ったけど7時に起きた。スプラね、昨日しなかったんだよな。結局夜眠すぎて寝たしなかった。してないや。だから全然今日もまだやってない。結局やってない全然。寝起きじゃないよ今。全然違う。寝てじゃない、起きて5時間ぐらい経つ。もうちょっとで全然寝起きじゃない。10分過ぎぐらいだったらランキングどうだろうと思ってます。そのぐらいちょっと長めにする。常に寝起きみたいな。それやばいよ。それはやばい。常に寝起き、常に寝てるやん。今日歯磨きして、さっき買い物行ってきて、ちょっと前に暑かった。買い物行った。
女の子と思って行ってきた。だから早く来たんだよ。別にやつでもよかったけど、ちょっともう早く終わらせてしまいたかった。スピンで、うん、スピンで、スピンで普通に出かけるよ。そんな珍しいことでもないよ。こう私だからってわけじゃないけどね。別に他のメンバーもスピンで出かけたりすること多いと思うよ。今日もいや、もうこの後出るよ。出る、普通に外出るけど、その前に終わらせたかったんだよね。だから終わらせてきた。さっきまた出るけど、この後カメラ明るく見る？画面が高いじゃん。明るい、確かに色落ちしてるからな。遊べないとだ。いつ行こう。スピンでも綺麗でサビる。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。違うんだよ、普通にメイクめんどくさくって言ってないだけ。ちょっと出かけるぐらいじゃやんない。普段めんどくさいからね、やんないなってだけ。そういうアピールではない、したつもりは一切ないよ。先生マスクさ、あ、確かにね、まあね、ほぼほぼ隠れした。マスク、普通に、まあ、でもメイクしないで出かけること、出かけるって言っても、まあ、出かけることは少ないけど、買い物レベルだったらしないな。誰かと会って出かけるならするけど、っていう感じ。カップ麺じゃ、カップ麺は常にあるね。カップ麺、インスタント系のやつ。家には6人もいたら常にあるわ。いろんなのが、お母さんが買いだめし、なんか時々買ってきて、いろいろそれがなんか常にある感じ。カップ麺、カップ麺、うん、常にある。うまかっちゃんとか絶対あるわ。いつもある。袋麺もある、置いてある。公園レベルだったらそれ、いや公園、公園レベル、いや公園絶対するでしょ。すっぴんで出たら、じゃそれは無理だわ。公園すっぴんは無理だわ、さすがに無理だ。辛いのは結構、辛いのは確かお母さんが食べる。大体妹時々食べてるけど、もっとも辛いの嫌いなわけではないんだけど、好き、なんか好きとまでもいかないぐらい。妹たちはそんぐらいだから、時々食べてるのに。決まってないからさ、でこれが誰のでみたいな、家にあるやつ誰が食べてもいい感じだから。
都内13時10分過ぎぐらいになったらランキングで終わります。お昼はそれで、名前書いたりしないね。カップ麺とかはそんなに、どうしても食べたいのがあった時は書いたりするけど、それ以外はしない。そんなしないけど、スイーツ系、お菓子とかデザート、なんかケーキとケーキプリンとか、なんかそういうのとカップのやつだったりとかさ、とかは名前変えたりする、食べられないように。かと思って高校生、いや高校生じゃないですよ高校生だったら今の時間してないでしょ、ルームできない。私あの11月で20歳になりますね。もう全然高校生ではない。アイスはなんかファミリーパックのやつ買ってくることが多いから、こう一個一個買ってくることが少ないから書かない。ファミリーパックのやつは書かないから、書かないね。ゲームソフトにはない。ゲームソフトは名前書いたことない。誰も書いてない。書いてないよ誰も。かぶってるやつもあるけど、同じの持ってるとかもあるけど、みんな大体一緒のやつ持ってないから。動物の森とかは同じの持ってるから、こうカセット刺すまで分かんないとかはあったけど、これもしかしたら妹のかもみたいなあったけど、名前書いてないね。どれも書かない。その同じの持ってるのがほぼほぼない。動物の森ぐらい。ポケモンもさ2種類とか出るじゃん、2、3種類2種類とか出るじゃん。その時に大体いつも違う方選ぶって買うから、一緒の買わないから、名前書かなくても分かるから、書いたことない。ソフトは書かないね、名前。ゲームのソフトには名前書くの食べ物ぐらいだよそれ以外書かないの。それ以外もの、他のもの書いたりしないわ。置いたね。食べ物書かないと食べられても、書いても食べることあるけど、うん、あ、そう、スイッチ本でも書かなくてもね。その DS 使ってた時も 3DS とかも全部ね、こう見た目で分かる。なんか DS は色が違ったりとか、 3DS にもうちょっと私同じの使ってたけど、でもなんかシール貼ったりとかしてて 3DS に、だからね、わかる。わかるから。書かなかったの、名前。DS はみんな違う色使ってた。DS ライトの時も。私がピンク、違う、私が水色のやつで、妹がピンク？ん？それケースだな。間違えた。DS は一緒だ。でもシール、DS は、あ、ピンクの DS ね。どっちも？でもシール貼ってた、その時も。だから分かったな、そうだ。でもう一台あって、もう一台なんかお母さんとか弟とかが使ってた。妹とか。それグレーのやつだったから。
は違うな、ケースだな。何のシール、なんか DS はポケモンのシール貼ってて、私は妹も貼ってなかったっけな、あんま覚えてないや、妹何貼ってたか。 3DS はね、なんかわかんない、シール貼ってた。ポケモンのじゃない、 3DS は違い、100均で買ってきたシールを貼ってた。でも 3DS さ、弟になくされちゃったからもうないんだよなどこにあるかも分かんなくって、自分のやつ使いたいんだけどないから分かんないもん。分かんないんだよね。ちょっとなくしちゃった、私の 3DS も行方不明。されちゃって売っちゃった、いや売ってはないと思うよ、だって弟その時私がさ 3DS してた頃いやでも中学生ぐらいなのかな、ってことは弟何歳、多分小学校にすら入ってないぐらい、幼稚園ぐらいの時かな、幼稚園生ぐらい、さすがに売らないと、そんぐらいで売ってたらびっくりするけど売ってないと思う、親が売るはずもないし、勝手に。今までで一番のゲームはテクトしたけどエペだね。今までで一番持ったゲーム、確かにエペもハマったけど、なんだろうね、他なんかあるかな。なんかね、でもすぐ飽きちゃうんだよねゲームすぐ飽きちゃって、で一旦飽きて、で久しぶりにやってまたハマって、で飽きての繰り返しだからな、ずっと長期間やってるのないな基本。エペがあれかも、エペぐらい、確かにエペぐらいかも、こんな長いねって長い期間やってる。ロジックってさ、なんかゲームちょっと違くないちょっと違くない、キャリアが長いな、ぴよぴよ、キャリアめっちゃ短いよ、ぴよぴよ全然やってない、あのスイッチで初めてしたぴよぴよ、全然短い、めちゃくちゃ短い、エピより短いより短いと思う。エピより長いか。うん。あ。なんだっけ、ミラーボール。月のミラーボール、ありがとうございます。ありがとう。長い。めっちゃ光ってるわ。ありがとう。なんだっけ。ありがとうね、ミラボール。もう消えちゃう、消えちゃったかな、みんなの画面。消えちゃう。なんだっけ、プレイ時間数は圧倒的にエペが長い。ぷよぷよ全然短い。なんか、日数とかじゃなくて、時間だったら。こう始めたのは確かにぷよぷよは先だけど、プレイ時間数はね、ぷよぷよめっちゃ少ない。テトリス全然やったことないよ。ちょっとほんのちょっとだけしかない。
んないな。できるかどうしたからやってたかと思った。やったことないね。ぴょぴょ持ってなかったよ。 DS とかでもありそう。確かに DS のソフトとかありそうだけど持ってない。ポケモンとかやってたけど、ポケモンってさ一回クリアしちゃったらさ、なんかあれポケモン図鑑全部制覇したりとかってこと、もう一回クリアしたら終わりなんだよな。そこで一回クリアしたらもうやめて、そこ で時々そのゲームソフトとか見返した時にちょっとだけやってで。みたいな感じ。ポケモン図鑑全部とかやんなかったな。やったことないな。ゲームは基本そんなん、いつも一回飽きて途中で飽きて、最初はもあるけど一回飽きてで、またなんか久しぶりにやってみようってハマって飽きて、でそれの繰り返し。どれもそんな感じだね。飽きることがないっていうのはないな。絶対飽きる。どれもエピオもだって絶対いつか飽きる。絶対いつか飽きるよ。飽きるっていうより忘れる。いや飽きるだな。飽きる、飽きるって感じ。飽きるなら PC。 いやね、 PC はエペのためだけではないから、他のゲームもしたいから。エペが飽きても他のゲームがあるから大丈夫。生活するだけは飽きない。それ飽きたらもうやばいでしょ。生活できない。生きていけないよ。世界重いからやっぱ。でも絶対ゲームはどれも飽きると思う。やってもどれをやっても絶対飽きるよ。飽きないこと、今まで飽きなかったことないもん。どれも飽きたりする。絶対飽きる。飽きるけど。まだ好きだから。ホールガイズはね、まだやったことないんだよね。ちゃんとやったことはあるんだけど、パソコン持ってる、パソコンでやったんだけど、でも分かんない。こうちゃんと操作ができてる感じなのかが、重くてちゃんとできてないのかもそれはちょっと分かんなかった。ホールガイズそれで一回だけやって疲れてないや。黒 T 着てるからイベント始まったのかと思った。どういうこと？黒 T 着てたらイベントしてるってこと？初めて言われた。ホールガイズまでは楽しそう。スイッチ入れようと思えば入れるかもだけど、ちょっと容量が足りないんだよな。それで入れてない。スイッチにはエペのために容量ギリギリにしたくないから。エペ結構定期的にアップデートがあるからさ、それでホルガス入れるとちょっと大変になりそう。やるんだったら PC 買ってからだな。
球マグロ虫がない、いや地球マグロは虫が好きじゃないからやらないつもりでいるよ。ビジ買ってもやりたくないかも。あれちょっと嫌だな、あの虫。メロンしたけどなんか取れてる、巻きが、前髪。はや、地球防衛軍はやらない、ちょっと無理だな。見たことあるの、ほんやってるところはさ、こうゲーム配信者の人がやってるところ見たことがあるんだけど、ちょっといいや、私がやるのは地球防衛軍ちょっと難しそうだったし、であとちょっと出てくるのがあんな巨大な虫だらけでちょっと嫌だいいや、巨大な虫と戦うのいいや。うん、見るのでまあ、うん、十分。気分がやって虫好きになる、いや虫好きになりたくないいいよ嫌いなままで虫好きになりたいわけじゃないから、いいや。ナンカレー最近食べてないな、食べたいけど食べてないや。食べてないですね。昨日カレーは食べたけど普通のカレーです。あ、子供の頃はダンゴリ触ってたけどもう無理。あのこう、そうだね、近くにいるのも嫌だわ。多分触ってたわ、子供ちっちゃい頃、幼稚園ぐらいの頃。でももういいなそれは。トルコフってあれだよね、トルコめっちゃ難しそうなんだけど、こうなんかさめっちゃ FPS とかそういう感じのゲームやってる人がやるようなゲームじゃないっけ。トルコフ難しそう。私にはちょっと無理そうだわ。こう見ててもなんか難しそう。でもカブトムシとかも嫌だね。でも虫基本好きなのいないよ、虫は好きじゃないね、どれも。ゲーセンではしない。ゲーセン何を、ストレイキャットって何、わかんないよ前髪伸びてきてんのかな、いつ切ったっけ、なんかいつか切ったけど2週間ぐらい前かな。まあ伸びるか、そんぐらい経てば、ぐらい経てば。めっちゃ短く切るわけじゃないから、確かに。上立て針なのか、そろそろ切らないとだな。トラコフ、トラちゃんがプレイ、知ってるよ知ってるよ、もちろん知らないわけないじゃん知ってるよ知ってるけど、トラコフ難しそう。
撮るか。難しそうだから PC 買ってもやらなさそうだな。私がさ、そういう FPS 上手ければいいけどさ、上手くないからさ、そんなすぐ倒されそうだわ。それけど猫は主人公の探検ゲーム、え、わかんないな、やったことないや。猫が主人公、知らないわ。T シャツの安定感すごい。でもこの黒 T シャツ久しぶりに着る。ちょっと見えないからさ、ここは入ってるデザインあるけど、この画角じゃ見えない。基本どの T シャツでも。スプラね、昨日眠すぎて寝ちゃったんだよね。なんか任天堂オンラインのさ、こう最初7日間だけ無料でさ、それとりあえず入ってでしてやろうと思ったけど眠すぎて寝た。もう無理だった。やろうと思ったんだけどちょっと眠くってやめた。やってないよ、やんなきゃ。あれ買ってこなきゃだな。私クレジットカード持ってないから、カードみたいなやつ、これ任天堂オンラインのカード、プリペイドカードみたいな買わなきゃだ。買ってこようきゃ。いやね、そう昨日は眠かったんだよね、めっちゃ眠くてちょっとできなかった。なぜさ、いやさっき言ったところはね、それ売ってないところだったから、なんかこの後出るからまたその時に買う。今度行くところは近くにありそう、売ってるところが。1ヶ月300円ぐらいだったわ。ではちょっと後で買ってくる、出かけるついでに。1週間しかないからそれの間に買わないと、あの勝手に切れちゃうから。任天堂はないか。クレジットカード持ってたらあれだけど、なんないけど、持ってないから作らなきゃだな。クレジットカードちょっとまだ作れない。でもあれだ、少しお得。あ、なるの、知らないや全然。なるのかな、ちょっと分かんない。そこら辺見てみないと。でもさ、1年間ずっとスプラトゥーンやるかな、微妙な気もするんだよな。あ、1年分まとめて買う方がお得なんだ。どうだろうスプラトゥーン、どうだろうスプラトゥーンしかさ、このさ任天堂なんてオンラインのやつさ使うやつが持ってないんだよね。 あるか。ぷよぷよもやろうと思えばできるのか。私がずっと一人のモードでやってるだけなのか。
年間のがちょっと安くなるのか。ちょっとまた考えるわ。でも今日買う前に考えないとか。結構1200円ですか。だいぶ変わる。どうしよう。とりあえずなんか考え買ってこよう。そうなんかね、ぴょぴょもオンライン対戦あったはず、なんかあったはず。人とただね、やってる人いるかな。いるのはいるかな。ぴょぴょ少なさそう。でもスプラトゥーンでもとにかく入んないといろいろできないから。入ろう。任天堂オンライン。そうか、ここに書いてるんですか。オンラインプレイができるな。ぷよぷよも。今まで入ってなかったからさ、コンピューターと戦ってたんだけど、ちょっと。よし。でちょっと帰りに買ってこよう。でも今日あれも行きたいな。ミスド、ミスドも行きたい。ドーナツが買いたい。あればさつまいものやつ今日は売ってるといいな。行った時に。この間行った時にもう売り切れてたんだよね。買おうと思って。高いじゃん。高い。何が高い。つまいもどれもおいしそう。このブリュレが気になる。ブリュレ、蜜芋ブリュレ絶対おいしい。昨日の写真をまた今度載せる。ちょっとまだ載せない。また今度載せるんでちょっと待ってください。サーティアン、サーティアン今日はなさそうだな。行くところの近くに今日は行かない。また今度。ドーナツ美味しいのいっぱいあるよね。このご飯系も美味しいのあるし。そう、汁そばよく食べてた。ドーナツ。このさ、ハロウィンのやつも可愛いね。ハロウィン、ミスドハロウィン、お化けタウンの仲間たち可愛い。前髪絶対伸びた。切ろう今日。
時間があったら夜時間があったらけど、あったら買って帰ろう。でも全部売り切れてたら、じゃあ今日もまた諦めて違う日に行くわ。いつだ。この間全部売り切れてたんだよね。このシリーズが。その日のやつ。だから、今日あれば。買おうかな。まだ切らないパターンのせい。いや、番組はね、ちょっと切りたい、本当に。長い、ちょっとだけ長い。ちょっとだけね。あ、でもどうしよう。まだもうちょい切らなくてもいける長さな気もするけど。でもちょっと長い気もするんだよな。っていう感じ。でもちょっと悩む長さではある。ちょっと長いか、でも。むず。もうちょっとだけ切る。もうちょっとだけ切ろう。なんかあんまりアイロンかけない長さが好きで、クランってしない長さが好きだから。切らなくていいに5センチ嫌だよ嫌だよ、そんな切らないよ絶対嫌。ほんのちょっとしか切らない。昼ごはんなんかさっき食べたよ、なんかいろいろ。テレビって録画そんなしないね、最近しなくなった。なんか録画しても結局見なかったりするんだよね。でも見ずにずっと溜まっていっちゃうから、今度でいいやって今度になっちゃう、ずっと見ないから。そのドラマとかもあれで見るにして、TVer とかで見ないといけな い状況にしてる。じゃないと見ないから。そういつでも見れるって感じだとさ、今度でいいやで、ね、見ないんだよね結局。 見ずに消すわけではないんだけど、見ずにどんどん溜まっていくって感じ。見ないで消すはない、それはしないけど。だから昨夜の残りのカレー、いや食べてない。どういうこと、昨夜の残りカレー外で食べたから残りも何もないよ。前よりテレビ、あ確かにそれはあるね。前よりテレビそんな見なくなっちゃったね。確かに確かに、わかるわそれ。ドラマとか、ドラマもリアルタイムで見ることはほぼほぼない。ないね、リアルタイムで見ないわ基本。 TVer とかで見る、自分の好きな時間に見たりしてるかな。それテレビ見る時間でも夜とかが多いけどさ、夜とかなんか好きなアニメ見たりとかさ、 YouTube 見たりとか
怖いからもう見ない最近か。そう、あの見ないといけないドラマ見たりとか、リアルタイムで会ってるやつ見ること少ないよ最近。何もつけないで物の時間、物の時間結構あるよ。テレビつけない時間も結構ある、つけさえしないみたいな時。テレビはリビング、いやリビング以外にもある、だってここにもあるし、リビング以外にもあるね。なんか無音の時間、ね、テレビつけてる時はあるけど、こう何か覚える時、あ例えばさ公演覚えるとかさ、とかなんか作業する時、なんか書いたりとかする時はなんかテレビつけてても音消してたりとか、つけてる意味ないよねとかあるな。そんな感じでもなんか画面に何もついてない状況が嫌な時はそうしてる全然テレビつけない時もあるそういう日もあれば、テレビつけないとき。今はね、テレビついてるけど、もう見てないでも でもね、つけない日もあるんだよね、わかんない、その時による。そう、さっきまで見てたんだけど、さっきまでは音つけて見てたんだけど、夜も始めるから音消さないと、だから音消してるって感じ。夜もするときにはテレビ音つけついてもできないからできない配信が止まっちゃう。今どんな、なんか今ニュースみたいな。でもこの時間ニュースばっかりだよね。ニュースとかさ、こうなんかニュースもやってるよ、なんていうの、ニュース系が多くないこの時間ニュースだね。お昼とかこの時間とはニュースだ。お昼さテレビつけないこと多いよ。この番組をめっちゃ久しぶりになんかつけてる。ペヤング食べたことはあるよ。食べたことあるけど、でも UFO 派だからそんなないわ。あるけど少ない。PS もう見ないかも。でね、そもそもそんなにねテレビそこまで見ない。なんか時々アニメのチャンネル、 BS じゃないか、でもそれなんだ、アニマックスとかなんかカートゥーンなんちゃらみたいなそんなのを見る。ね、本当になんか見たいのがない時、見たいなんか YouTube もなければアニメも
今アニメ見る気分でもないしっていう時、かといってテレビもなんか見たいのがないなーっていう時はそれつける。 BS かな、あ、それ CS だ、 CS？ わかんないわ、わかんないそういう時にそのチャンネルつけるくらいかな。何もこうなんだろうな、 YouTube 見る気分でもないし、なんかアニメの続きを見る気分でもないしみたいな、オープラとかで、でもなんかテレビでこう見たいのがやって、なんか夜とかでやってない時とかにつける感じ。なんかそれでもなんかテレビ見たい時につける。アニメのチャンネル、アニメチャンネルとか音楽のチャンネルがあるからそれつけてたな。そう、前はねよくつけてたんだけどさ、最近あんま見ない、最近 YouTube とか見る方がいいYouTube で切り抜き、配信の配信者の人の切り抜き見たり、最近いつだっけ、おととい、ん、昨日見てたかな、あ、昨日見てた、昨日も準備しながら「進撃の巨人」ちょっとだけ見た、少しずつね見てる感じ、そんな一気には見てないけど少しずつ見てる。DVD 買ったくらい好きな映画、映画基本ね買わない、 DVD 何回も見ることもないし、映画基本一回買ったことないな、 DVD ドラマとか映画とか買ったことないや。家に DVD はあったりするけど全部自分が買ったやつではない。なんか映画も映画館で1回見て2回目見ようってならない、1回見れれば十分、面白いなってどんなに思うやつでも、面白くても何かを見ようって思ったことがないや。2回3回とか行く人いるじゃん、その映画がなんかすごくてみたいな、やったことないよそれ。DVD も買ったことない映画、自分が買ったことはない。なんで飽き性になっちゃったの、もともと飽き性、飽き性、うん、映画とか、え、これ飽き性、でも一回も見てるからな、え、わかんない、映画はわかんないけど、飽き性もともとじゃない、もともとこんなの呪術廻戦目当てで何回もとか、え、ないね、ないや、よっぽど欲しいものとかが ないしな、別に今までないからな。うん、2回見たりとかしないよ、全部だって内容知ってるしって思って見ない、え、それなら他のやつ見たい、同じの何回も見る感じだったら他のやつ見たいかも、新しいの。見ただけでずっと内容、いや、ずっとは覚えてない、さすがに忘れるけど、でもそんな見ることないな、違うの見るかも、同じの見る感じだったら違うの見るよ。キアロードショーに10より何回もとか絶対見てなさそう、キ
金曜ロードショーはね基本ね最初から最後まで見たことほぼほぼないねほぼほぼないよあれ。見たことあるのあるけど何回かあるけどあんまないよ。ちゃんと最初から最後まで見たのが最近も全然見てないしね。ハリーポッター見たことあるよ。全部見たかって言われたらちょっとわかんないけど見たことあるけどって感じ。それこそ金曜ロードショーで見たかもハリーポッターは。最近映画見てないな。映画館行ってないよ全然。映画全然見てないよ。途中で見るのやめたりとか、そもそも最初から見れてなかったりとか。それで。見ないことが多いね、気になる私は。ね、気になる、ね、ほんとよっぽど見たいのじゃない限り。そんな感じだな。基本なんかを見ない。一回だけ。今まで思ったことはもう一回見たいみたいな。最近ほんと最後に見た映画館で映画館に映画見に行ったの何だろうっていうぐらい見に行ってない。何だろうな見に行ったの今年行ってないと思う。去年何を言ったかな。でも何か覚えてないや。でそんぐらい行ってない。言葉のない映画見てないんだよね結局。サブスクでいつか出るでしょうって思ってる。映画館行ってないな。キングダムはねめっちゃ前じゃないあれ。キングダム最近あった方じゃない。しかも最初の方しか見てない。そう全然見に行ってない映画。何がやってるかもそんなに知らないかも。コンサート映像もう一度見たい。前ほどコンサート映像はね私そんなに見たことがないから。あ見た。った電気をライトの椅子の取っ手に引っかかってた。最近はあれかワンピースやってんのか。ワンピース私見たことないから。ピース今んとこそこまで興味がないからちょっと見に行ってないんだけど。そうなんだ。確かにワンピースはなんかよく見るわ。なんか CM とかで。充電大丈夫じゃない。やばいかな。
出てきもこうだ、持ってくるかとりあえず。一応さしてくる。十年がなくなってる可能性あるしな。出かけるときに。一応さしておこう。わかんないから。あ、来年配給あんの？でも配給。どんな感じでやるやつなんだろう。配給それによるな。なんか続きみたいな感じだったらさ、配給めっちゃ途中で見てないんだよね。小学校ぐらいの時に見て、中学生ぐらい中1かな時見てたかな。そっから見てなくって、配給見るの一旦やめて見てないんだよね。アニメもちょっとしか見たことなくって、アニメの方は漫画より見てないわ。見ない、見に行かなさそう。配給は行かなさそうだ。映画館に見に行くのは本当に見たいっていうのしか基本行かなくって、本当に見たいってやつ以外行かないや。なんかサブスク出てからでいいやって思っちゃうDVD 出てからとか見に行かないわ基本。そんなに本当に見たいってやつ以外。ハイチュウ、いや、ハイキュウ、ハイキュウ、あのバレーボールの漫画。ハイキュウ、ハイチュウではないね。ハイ、ハイキュウ。でも全然見てない。もう本当に中学生ぐらい、中1ぐらいの時に見て、中1時ぐらいまで見てて、そっからその時の最新刊まで読んでたけど、その次最新刊が出てから読まなくなったみたいな感じで。それで見てないや、そっからやばい、だいぶ前から見てないから。面白いよね、でも最近そういう読んでるとバリしたくなる。アニメじゃなくてもアニメはあんま見たことない。なんかちょっとだけしか見たことない。見たことあるのはあるけど、そんなに見てない。そう、漫画の方で読んでた。でも面白い、ハリガネサービスとかも読んでたし、バレエの漫画。ハリガネサービスも途中でやめちゃった。途中で見てないや。バレーボールの漢字が配球、そう、配球って書くの。そう、漢字で書く。漫画の野球とバレー、いや、そういうわけではない。その漫画見始める前から、バレーしてからその配球知った。その同級生の子が言ってて、配球を小学生の時に言ってたかな。それで知った。バレーはね、小学校5年生から始めた。そういう野球ではない、全く全く違う。ただ単に友達に誘われて入っただけだから。やるつもりもなかったんだけどね、なんとなく始めちゃった感じだね。バッティングセンター、バッティングセンター、あ、行ったことあるのはあるね。あの撮影で前にエリナちゃんとのやつ
ったことあるかな。ティングセンターはなんかランドワンにスポッチャあるじゃん、スポッチャの中にあるバッティングはやったことある。でバッティングセンターだけはないわ。じゃあのじゃあプライベートで行ったことはない。バッティングセンターバッティングだけ、バッティングセンターに行ったことない。バレーボールのリベロって最近できた、最近なの？結構前からあるやつじゃないのかな、わかんない、わかんないけど結構前からあると思う。ゲーム配信ね、ゲーム配信ねしたいけど、まあとりあえず PC 買わないことには。あ、まあできたとしてもあれだけど、まあ、できない可能性もあるけど、どうだろう、わかんない。とりあえず買わないと会計を整えない。もしできなくても PC は欲しいし、ね、バドミントン、バドミントンは学校の授業でやったことがある。でもそんぐらい。今まじもプライベートでやってどういうことどういうこと。リベル結構ある、20年以上前、全然知らなかった。確かにリベル、スプラ仲間でなんてゲーム配信する可能性、ゲーム配信する可能性、そもそもスプラトゥーンだよ、全然私はまだやってないからあれだな。ちょっと私がまずやんないとな。事務所関係なく、ああそうプライベートでできないな、事務所が無理って言ったらできないし。っていうことだよ。事務所関係なくはちょっとそれはあれだわ、関係あるから。できないってなればできないよ、勝手にプライベートでやりますそれは無理だよ。何の武器使うとかも決めた、そもそもねそこまで行ってない、やってないスプラトゥーン、そこまで行ってないんだよね。だからとりあえず一人でやって、操作慣れてからなんか誰かメンバーとやりたいけど、ちょ まだそこまで行ってない。全然やってない、まだ1回しかやってない。スプラちゃん昨日もやろうと思ったけど、任天堂オンライン入ってやろうと思ったんだけど、入るまではしたんだよ、眠すぎて寝ちゃった、もう無理だと思って、このめっちゃ眠い中で誰かと戦うことできないと思ってやめた、諦めて寝た。とりあえずね操作慣れないといけない。その入ったから任天堂に。ちゃんとやろう。今はさ7日間のさ無料体験みたいなやつとか、カード買ってこないといけないんだよね、プリペイドカード。ちょっとこのあと出なきゃだから、その時に買う。何か問題、いやでもね 100% できるともう言い切れないからな、分からないから
したいっていうのは言ったけど、言ってあるけど、そうできるよと言われてるわけでもないから分かんないんだよね、言い切れないって感じから。でそう、はい、入るからにはねちょっとやんないと、お金払って入るからさ、課金だから、課金初めて入るよこういうサブスク。スプラッツの練習する。初代のファミコン持ってないよ、持ってない。ドキドキ？あ、何が？これスプラトゥーン始めるの？まあ楽しみではあるよね。誰かと戦うの初めてだ。コンビニとかに売ってるよね多分これさ、オンラインのやつ知らないけど今までちょっと見たことない。コンビニ売ってさ、コンビニに行ったらあるかな、行ってみよう。ザクと年間だと結構違うね、もうね。え、そうなんだよね、1年間年間。まあでもスプラトゥーンをもししなくなったとしても、まあぷよ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 しかないかあ、でも他のやつ買うっていうのもありだけど、ね、年間もありだなと思う。それ結構違うからね、月額もありだけどね、迷う。ちょっと そう、なんかぷよぷよが、ぷよぷよもかこのオンライン対戦ができるようになるから、なんだっけな、そうだから人と戦えるでもどうなんだろう、今ぷよぷよやってる人少なさそう。どうだろうね、そんなにたくさんはいなさそうだからな、ぷよぷよ e スポーツって人がいないとあれだけど。まあでも確かに他のねゲーム買えばあれだけど、他にもオンラインのやつでできるの。コインなんかいろいろあるよね、コイン書いてんだよね。あ、マリオカートとか。マリオカートはでも弟が持ってる。でも弟貸してもらわないぞ。今はとりあえずスプラトゥーン。ぷよぷよとテトリスが一緒になったのはね、やったことない。そっちの方持ってないんだよね、私が持ってるの。ぷよぷよ e スポーツ、ぷよぷよしかできないやつ、テトリスの良さがないやつで、やったことない。そっちのやつはぷよぷよしかできないんだよね。そう。テトリス
なんかあったんだけど、テトリスもある方なんかぷよぷよだけでいいやと思って、ぷよぷよだけの方が良かった。あつ森はね、やったことない。妹と弟一緒の共用で、一緒にスイッチ使ってて共用でね、1台を。妹と弟は持ってるわ。それであつ森、私はやったことない。そのめっちゃ流行ってた時にしてみたいって思ってたんだけど、な結局やらずに結局やらなかったね。やらなかった、やってないわ。まだつもりやってない。めっちゃ流行ってたよね、もうスイッチが入手困難ぐらいまで。あの時めっちゃ流行ってた。懐かしい。マリもね、でもマリオのシリーズ、マリオじゃない、間違えた、マリオ、あマリオ、マリオ、あマリオ、マリオパ、あ持ってたかな、えも、えそれ Wii かな、ごちゃごちゃだマリオパーティー、スイッチ持ってたかな、弟たち。 Wii はあるんだよね。スイッチもあったかな。マリオカートは持ってる、スイッチで。マリオパーティー Wii だったかな、ちょっと忘れちゃった。マリオのシリーズもなんか持ってるけど、他にもなかったけど、でもねほぼほぼがね弟たちのやつだからね。自分で持ってるのがスプラトゥーンとぷよぷよとノートレのやつだけだ。ほとんど妹と弟の、自分のじゃない。モンハンはねしたことない。モンハンはスイッチのやつ持ってないんだよね。スイッチもあるよね、モンハンしたことないから分かんない。あれよかった、リモコンをハンドルにつけるやつ、あ、Wii あったね、そのハンドルも。あれはちょっと持ってないけど、私普通にリモコンでやってたけど、あったね、懐かしいそもそも Wii が懐かしい。マリオカートはいつもピノキオでやってた。懐かしいな、最近全然やってないや。マリオカート、あでも Wii はあれかな、私の家は持ってなかった、その親戚のお家が持ってたかも。ゲームが好きな親戚。スイッチは持ってたけど Wii は持ってなかったかもしれない。免許持ってるから、マリオカート、ちょっと違うじゃんあれはあれはちょっとその免許持ってるから、こうなんていうの、免許持ってる方が有利とかないじゃんちょっとあれはゲームだから、ちょっとあれは違うよ免許持ってる方がこう上手いとかもないよ。そういうもんだよあれは関係ないよ、マリオカートは関係ないよ。マリオカート感覚で運転したらそれね、マリオカート感覚で運転したら事故るね全然その運転の知識マリオカートに役立たないからあれはゲームだから
常にアクセル全開だからね。マリオカート、ブレーキなんて踏まない。マリオカートね。ウィーヒットって運動もしてました。ウィーヒットなんかあれか、こうさ、スイッチで言うなんだっけ、なんだっけあれ、スイッチの書いてたのさっき、ここに、あ、リングのやつなんだっけ、リングフィットみたいなやつか。懐かしいな、そういうやつ。なんかさ、家にあるんだよね、これ。あるのある。なんかお母さんがなんかこれ楽しいかなってしようと思ってって買ってきたんだけど、びっくりして、このなんかフィットネスね、スイッチの。私はやったことないてか、やってるの見たことないんだけど、全然。誰かがやってるの、お母さん楽しいかなとか思いつとか、買ってきたみたいな言いつつ、やってない気がするんだけど、買ってきた人が。全然やってないけど、全然見ない、やってるの。私はしたことない。でもそれさ、それするためにはさ、普通のスイッチライトではできないから、スイッチでしないといけなくって。でもスイッチは妹か弟が常に使ってるから、妹と弟にスイッチを借りてやんないといけない。でもなかなか貸してくれないから、まあできないっていうのもあるけど。まあ妹と弟のだからね。別にお母さんのとかそのでもないし、家族共用でっていうよりかは、妹と弟2人で使ってるやつ。確かにそこはね、もう一台あったらいいんだろうけど、ないから。そう、まず借りないといけないから。でもなかなか借りれないから、弟めっちゃゲームやってるし。弟昨日も、弟ねすごいんだよね、ゲームの時間。なんかね、エペとかフォートナイトもやってるわ。最近フォートナイトのプレイ時間がすごくて、もう妹があんま貸してもらえないって感じで言ってるぐらい。だから2人で使う用のスイッチなのに。だからさ、あのなんだっけ、あのリングフィットさ、貸してもらえないよね。妹はそんなに。だから私がしたかったら自分のスイッチライトを貸してやるしかない。そこをくれかすから貸してよってやるしかない。弟本当にずっとやってんの。エペかフォートナイトやってる。そう、どっちがずっとやり込んでるだけあってうまいけど、どっちも。フォートナイト私してないから。お菓子では釣れないよ、さすがに。もうそんなにちっちゃくないからな、お菓子で釣れるぐらいの。幼稚園ぐらいだったらお菓子で釣れるかもだけど、ちょっと小学校6年生無理だな、お菓子だ無理だ、さすがに。何の武器が、私はフォートナイトやってないから分かんないです。フォートナイトはやったことない、私エペしかやってないです。うん、あの FPS は今スピンだよ今。
部の専門学校に進学する？弟？あ、高校とかでってこと？ゲームの専門学校？え、てかそんなのあるんだ、知らないよ。ゲームの専門学校、すごいね最近は。ゲームの専門学校でもなんかそのゲーム、あー、でも聞いたことあるかも。専門学校、まだお時間、あ、なんか13分になったらランキング読みます。あと1分ぐらい。13分、でもすごいね、ゲームの専門、ゲーム教えてもらうってことでしょ。いや、すごいなわかんない、弟そのぐらいになるまでゲームが好きかがわかんないからまだ今は好きだけど、いや、このまま好き、ゲーム好きな可能性もあるけど、飽きてるかもしれない弟。教えてくれ先生、どんだけ上手い。確かにめっちゃ上手いんだろうね。でもなんかそのプロの人でゲームの教える先生もやってるみたいなの聞いたことある。わかんないけど、そのどういう学校でとかは知らないけど。うん、13分なんだ。じゃあ、13位からランキングします。13位、ひねじろさん、ありがとうございます。12位、井上しひろさん、ありがとうございます。11位、まるさん、ありがとうございます。10位、なかみさん、ありがとうございます。9位、アイスカフェアットマーク、リランチュさん、ありがとうございます。8位、 WY アットマーク、影の守護神さん、ありがとうございます。7位、おまめさん、ありがとうございます。6位、バトニーさん、ありがとうございます。5位、丸岡ゆうきさん、ありがとうございます。4位、ユージアットマーク、ユージアットマーク、キカタムは理想の女の子さん、ありがとうございます。次、3位、ニャコさん、ありがとうございます。2位、トシノリさん、ありがとうございます。そして1位が博多マリカタマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。もうちょっとで行かないといけないから、ちょっと準備してこようかな。夜は23時台には配信してると思います。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあありがとうございました。また夜の配信で、またね、ありがとう、バイバイありがとうございました。